ガノンドロフじゃね。どうも、最近韓国から帰ってきたピオキングです。実はですね、実況するのも5日ぶりぐらいなんで、どう実況していっていいかないですよあれ、言葉が何も出てこないんだけどみたいな状況になるかもしれないんですけど、今日はこのコースやっていきたいと思います。 I gave you a choice I gave you a choice バージョン23ということで、私はあなたに選択を与えるということでしょうか。まあ僕といえば選択にとても弱い人間なんですけど、今日はこのコースで神がかった選択っていうのを見せたいと思いますよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.85%。 いや、2分の1の選択とかたくさん来んのかな。じゃあ当たることができたか一個一個数えていきたいと思います。さあ始まったね、久しぶりのマリオメーカー2 みんなからしたら全然久しぶりじゃないと思うんだけど、左上の50コイン怪しい。いやいや、行かない方がいい。とりあえずさ、右上に石エッジが見えるじゃん、あっちの方まで行って、開幕ブロッカー。こんなゲームだった、こんなゲームだった。また帰ってきてしまったよ、トロールコースというブラック企業にさ。上の50コインは取れないのね。じゃあ石エッジ降りてくると思うんだけど、パーの左ギリギリに乗れってことかないや違うんだって、パーブロックの左ギリギリに乗りたかっただけなのよ。石エッジが降ってくるからさ。じゃあ隠しブロックを出しておく。そしたらデカキノコが降ってきたけど、このデカキノコ取ったら先に進めなくなるんじゃない。いや、右にちょっと隙間あるよね、あの隙間狙っていこうか。隙間に入ることができたら低評価お願いします。ダメー、隠しブロックは叩かないでよ。こで、このデカキノコを避けて右下に進むんだ。で、上と下選択肢があるね。速攻で上は隠しブロックがないみたいどっち行く頼む、下で合ってて、ウラ王様。いや、これは合ってるんじゃない、この下がなんでいつもこうやろ。なんか久しぶりだからかな、喉の調子がめちゃめちゃおかしいんだよね。プレイスキルもおかしいわ。やばいね、めちゃめちゃ下手くそになってる。1週間近くマリオしてないだけでこんなにも下手くそになるもんなんだな。で、この石エンジンは左見たけどレールに引っかかってるからこっちに来れないはず。あー、ミリオヤジ。そういやね、韓国行ってきたっていう話したと思うんだけど、まあ案の定何も喋れなかったわけですよ。韓国語も何も勉強していってなかったからね。でも最強の言葉っていうのがあるね、センキュー。このセンキューさせたら大体どうにかなるね。最大って書いてる、左でいいのか、これも2分の1なんじゃないのか。頼む、こっちで会ってて、どうなる。いや、何度も言わせてもらってますけど、僕ガチだからな。2分の1わざと外しに行ってるんでしょみたいなことをよく言われるんだけど、なんで今度は左出てくんだよ、小太郎。自分とセルちゃんか。じゃあどうやって進むんだって話を。左行ってみようか、何も変わんない。右は、右も何も変わんないか。上のとかに戻れみたいな感じか。ダブル坂だ。ただもう分かりましたよ皆様、ここの隠しブロックは叩く。そうしたらツタが左右に出てくるんだけど、これも選べっていうことなんじゃない。もう考えても仕方がねえ、右に行ってみるか。頼む、進ませて、こっちでいいのか。よしよしさあここは息アップ、左も息アップかな。あ、息アップだね。で、上の50コインはすごく怪しい。いやいや、取らない方がいいよね。またここで引っかかったら、あ、ピオキングわざと引っかかるって言われそうだから、このドアに入っていこうか。ドアじゃない、ドアだよ、うん、ドアじゃない、ドアだよ。何言ってたドアしか言ってねえじゃねえか。じゃあ今からバスだ、その探す旅に出るよ。マリー K3-2-1、どこにマスターソー、どが上にあるよ。でもあれは取れないならば、50コインの方に行けばヒントがあるんだったよ。だだ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 。雑すぎ。いやマジで今日だけは許して、マジほんと久しぶりに実況やるからさ、今日だけはどんな僕でもマジで許してほしい。さあここでマスターソードを取る。そして左上の方に逃げればいいんじゃない。オッケーオッケー、そしたらブロックがかわせる。そしてこの土管に入った後、ファストって書いてたんだよな、だから右ダッシュで行けみたいな。これで合ってんじゃないのか。行けるぞ、行けるぞ。真面目にやろうよ。何言ってんのさっきから。ふざけるのはね、たまにでいいんだって。動画の中で1から10ずっとふざけてたら見てるみんなも疲れちゃうって。抑揚っていうのが大事なのよ、動画っていうのはね。
っていうか待ってる、ずっと待ってる僕。鉄球が落ちてくるぞ。なんで落ちてこないの今度はさ。いやこれ右に行かなくちゃいけないのかな。右と上行けな、右って戻るのか。いやこの下から行けるよ。どうすん、ちょっと開けて。開けた瞬間に僕は下からしゃがんでいく。ここだー、歯並びいいなお前。じゃあ一旦右行く、そしてすぐ左に行こうか。これでいいのかな。あ、なんかピンポンって言われてるから、これでいいっぽいね。さあ行こうか。このファストの意味は何だったんだろうな。うわ上にも行けそう。隠しブロックとかあって上に行けるっていうパターンなんじゃないの。なんか上にいろいろ見えるよな。ああいうとこ探索したくなっちゃう。今なんかブルルルって言ったよ。あ、違う違う、左。いや、やっぱりなんか聞こえたもんな。あの津田を待っておけばよかった。あ、でも中間ポイントあるよ。正解か、行けるのか。やっぱりこっちダメだと思ったよ。じゃあこっちは何よ。死に耐久、いや、あ、わかった、あのツタの方に行けばチェックポイントが取れたっていう感じなんじゃない。このオープンはなんだ。あー、まあまあいい、このオープンのパターンは完成だね。次のここ参考にしよう。このハテナブロックはなんかいろいろ多いな。この50コインの方行ったら隠しブロックがあるっていうわけじゃないのね。戻ります。ここですよ。ここでどうにかして上にツタが出てくる。あ、ジャンプしたらツタが出てくるのね。そしてこのツタの上に行けばチェックポイント1っていうのが取れると思うんですよ。いや、まだ喜ぶな早いぞピオキング。チェックポイント1なんかで喜ぶな。大人の余裕っていうものを見せつける時期に入ってきてるんだ。そうだろピオキング。はーい、じゃあここはハテナブロックを叩いて左下にすぐ行けばフラワーっていうのが取れるんだ。そういうのもうやめたってもういいんだって、おふざけなんでね。もうみんな見飽きちゃってるって。さあみんなワリオワンダー見た。ワリオワンダーじゃない、マリオワンダーね。あれめちゃめちゃ面白そうじゃない。いや、これチビになってこなきゃいけないみたいな。これブロック壊れるんじゃない。頼む。いやでもどうやってチビになってくるかだよな。この扉の前にチビになってくるのがあったみたいで。いやまだ右下に僕は希望捨てちゃいないぞ。もうやめろってさ、やめさ。お前ふざけんなよ。なんなんだその登場の仕方をさ。バカにするな。ここでフラワーを取ってチビになっていけっていうことやと思っちゃうけど、この先まださ溶かす場所あったよな。上のブロックでチビにもなれそうなんだけど、一旦フラワーのまんま先に進んでってみようか。そして溶かす、溶かす、なるほどね。ここでチビになっていけた。シャラクセイマネしやがって。でもこんなシャラクセイマネ僕好きだよ。気持ち悪い。ごめんね脱線の皆さん、耳が深いだったでしょう。さあここは、オンオフをした瞬間なんか出てきてんだ。いや、いけるかこれ。一旦オンオフしてみようか。うん、いや今さっきさ、男性の皆さん耳が深いだったでしょって言ったと思うんだけど、女性の人の方が耳が深いだったかもしんないな。じゃあいけませんね。ピヨキングの授業はとても深いだよ。それが分かってても見てね、この先も深いだよ、ずっと深い。さあここは走って右に進んでいく。このハテナブロックは、私すごく気になることがあるんですよ。下のリフトのところ青い土管が隠れてるでしょ。あの土管に入ってみたいと思います。入れてんじゃねえか、紛らわしいもん設置しやがって。まあまあすぐに周囲を避けれたのはいいね。でキノコがいるって書いてるけど、ここのキノコ様を取っていけと。全然ぬるいじゃん。てっきりキノコ取らせてくんねえかと思ったけど、全然取らせてくれたね。そして右下にはパックン、左にはハテナブロック。右下に行けばいいんじゃない。あんなパクパクしてるけど、この下実は行けますよみたいな。そういや最近コメントでさ、車の中で僕の動画を見てるけど、絶叫が本気すぎてスピーカーが壊れると思ったよ。どんな音量で聞いてんの。じゃあここは降りた瞬間すぐジャンプでいいのかな。うわあっちもあっちですげえ気になるな。こっちはヨーって書いてる。ヨーこんにちは。さあこの上、フラワー、え、フラワーとかなくなかった。え、フラワーとかどこで手に入れるんだろうね。もうフラワーを手に入れる場所って言ったらここしかないんだよな。さっきここの場所でフラワーが出てきたじゃん、これを取るみたいな。なるほど、ここでフラワー。ちょっと待って、そのデカキノコはいらないやつなんじゃないか。いや、上に行けるよ。な
もないかい。さーてからくりも分かったことだし、ここでフラワーを取る。そしてデカキノコは待っておく。このデカキノコは多分取らなくていいと思うよ。でこの状態でいけば何が変わってるっていうことなんじゃないかな。でチビになっていかなきゃいけない。でこれ、うわ左やっぱ気になっちゃうよな。こんな左が合ってるみたいな、多分こっちが正解でやって。でこのままさ右行ってもフラワーを取ってないからいいとって書いてる。で右行ってもさフラワーを取ってないからいけるのかなって思うんだけど、うわめんどくせえ場所に来ちまったな。もう好奇心で行くような場所じゃねえよここ。もうそんな信頼級やめろって。バネと丸バネなんて最強じゃねえかと思ったけど、僕の手にかかればこんなもんですよ。守備耐久命中を舐めると。ちょっと分かったかもしんない。この右下さ隠しブロックあるんじゃない。あるね。そしてこの左下もあるね。でこのキノコ状態で行けばさっきのつららんところのハテナブロックを叩けるみたいだ。ちょっと難しかったねここ。そして上には GOL ゴールって書いてるね。で CP はどっち信用する。上ちょっと危険っぽそうじゃない、ここパックがいるけど。いや僕はこっちに行くよ。扉なんか信用しねえ。土管が正解だ。ボス、いや合ってんじゃない。チェックポイントにあり。お前ちょっとこっち来んだよ。えこれいつ開けてくれるんだろう。もしかしてブンブンと僕の一騎打ちみたいな。お前飛び道具は卑怯だぞ。なんかさあのチェックポイントもすげえ怖いんだよな。あっち行っても別に何もありませんよみたいな、そんな予感しかしないんだけど、まあ、とりあえず行ってみようか。このチェックポイント2位切ったらこの先にはゴールが。チューズ選べ。なるほど、この選ぶものによってゴールできるかできないか決まるんだね。じゃあ僕はデカキノコ。いやデカキノコ一番危険っぽそうじゃない。いや USA で行こうか。 USA で行ってみます。そしたらゴールできるのか。雲とかあって抜くみたいな。全部ダメってなってる。なんだよこれは。いやちょっとめんどくせえの取ってしまったな。これ連打でいけね。いやこれ下、ちょっと待って、ガチでやってっていいかな。閉じ込めるいやいける。この上に USA 取るでしょ。 USA 取ってこの先いけないよ。頼む、上に行かせてくれって。鍵を取らして、鍵は取れ頑張ってここまで来たのにさ、左下行っても絶対何もないんでしょ。だろうと思ったよ。じゃあ何も持ってくんなって書いてたから、一旦チビ状態のまま行ってみようか。そしたらどうなるんだろうな。デカキノコは振ってくる。でさ、このイカ踏むじゃん。イカ踏んだら一旦王が変わってしまうよね。だからイカを踏まないようにっていうか、これ怖いな、ブラパに当たりそうで。よしオッケー。で一旦ジャンプする。そしてオンオフが変わったら、いや USA いる、これ一旦取っておこうか。 USA 取って大ジャンプからのこの鍵を取ればもうゴールができるんじゃない。頼む。いやちょっと待って、このデカキノコ状態でよかったか。いやもう行くしかねえもんな先に。は？今なんて書いてあった。ここ一瞬でもういいって思われはさ、欲しがりだなお前。この先よ、ここなんて書いてあった。リップ リップしかわかんないんだけど、こっちも違うのかな。はい、何もわかんないままね、一旦最初からやり直ししたんだけど、チェックポイントに取ってるからここまで来れなかったんだよね。でゴールの方に行ってみようか。そしたらゴールあるじゃん。え、これゴールでしょ。頼む、やったほんとこっち来るだけでよかったんだ。じゃあさっきの時間は何だったんだって話だけど、すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発張りよ。このコースはゴールがありません、諦めてくださいって書いてるんだけど、そんなことあるわけないじゃんかね。みんなこのコースを投稿してるってことはどっかにゴールがあるはずなんだよ。まあみんなもあらかた想定できると思うんだけど、毒沼の中にゴールポールを隠してるパターンだよきっと。拡大とかしてたらさ、ちょっと見えないかな。ちょっと拡大していいかな。ゴールポールは見えないな。ってことは手探り状態で探していけってことか。ピクミンじゃね？すいません。いつかの動画でピクミンネタもうやめるって言ってたんだけど、また出てしまいましたね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.87%。 でも一つ分かってることがある。ゴールポールっていうのは一番右から数えて10マス目のところにあるはずなんだよね。だからそこを狙っていけばいいだけだと思うんだけど、うわ本当に何もねえじゃねえか。これ隠しブロックとかは、うわないね。じゃあ一旦飛んでってみる。隠しブロックはやっぱりないよな。とりあえず適当に飛んでって。毒沼ー
これさ、適当にやってたらいつかはクリアできるんだろうけど、マジで全然どこにあるかわかんないのよ。だからコース作った方が早いんじゃない？コース作ってだいたいゴールボールはこの辺にありますみたいなさ、ちょっとそれやってっていいかな。ただコースを作る点でちょっと気になってることがあるんだけど、背景に星があるじゃん。あの星と全く同じ風に作れるかなって。それができればすげえ簡単にゴールできると思うんだよね。まあ分かりやすい点で言えば、今マリオの目の前に星があるでしょ。で矢印の左上に星がある。そしてドクルマの中に1個2個星があると思うんだけど、ちょっとそれと全く同じ風に作れるかやってってみるね。絶対作った方がクリアするの早いと思うから見てて。まあこんな感じでさっきのコース作られてると思うんですよ。でドクルマを上げなきゃいけない。まずゴールボールが埋まるところまで上げてみようか。多分こんくらいでいいと思うんだよね。そしてスタート位置も上げるんだけど、マリオの目の前に星があったところ、ここか、この位置ぐらいでいいかな。来た。あ、さっきと全く同じなんじゃない。さっ、ただこれ全く一緒だ。そしてゴールボールはこの2つの星の場所かな。この2つの星の下にゴールボールがあるみたいな。ちょっとそれでやってってみようか。これでクリアできたらマジですごくない？これはちょっと攻略してるって感じが出ていいね。さあ右の2つの星の下にゴールボールがあるんだろ。ぐやー、何だったの今の時間はさ。いやでも絶対間違いないと思って、あの下ら辺に絶対あると思う。やったこれが本当の一発マリオ名人よ。ただ闇雲にドクルマに突っ込んでいくんじゃなくて、同じコースを作ってちゃんとゴールポールの位置を把握する。どうどうじゃねえんだよ。一歩間違えればズルって言われそうな気もするんだけどね。どうもご視聴ありがとうございました。